まる、うん、いいよ、お願いします。楽しかった、楽しかった、修学旅行びっくりしました。見れたみんな。ちょっと薄暗系だけど、まあエモ系でいいか。そうだね、エモ系、なんかエモくていいんじゃない、うんうん、そうだよね。皆さんこんばんは、でこんばんは、ちょっとね思考を変えて、はい、やってみましたけども。そうです、びっくりしましたびっくりしましたびっくりしましたか、びっくりしました。うわー、見えないだろう見えないだろう、やめなさい、見えないだろう、私が見えないだろう、やめなさい。でもつーちゃんの首のハートが大きくなったみたいだった。あ、そういうこと、どこ、はいはいはい、高橋です。今何人見てるんですか。今143。あ、143 I love you。 わーやばやめて、何よ、なんかそれ言いたかっただけだねえ、めっちゃ好きやラブラブ、ということでね、はい、私たちワンファイブ2日前、昨日前、あれ昨日、昨日だよ、2日前じゃない、あれ2日前19日で、2日前に、メジャーファーストアルバムクラッシークラッシュをね、4月17日にリリースすることを発表しました。みんなお知らせはちゃんと見てくれましたか。見た、ワクワクですね。ファースト、ね、メジャーファーストアルバム、そうですよ、いっぱい出す、そうだね、ギュギュギュッと詰まってますよ、クラッシークラッシュギュギュッと、ね、詰まってますね。そうで、今回のねクラッシークラッシュ、うん、私たちがジャパニーズクラッシークラッシュというのをね今回は、うん、テーマにしていて、うん、その私たちのねステートメントも一緒に出したんですけど、ね、見ましたか、それも決意文、決意文、決意表明、表明みたいな、分かった、一期一会の人生、一期一会、分かった、片時も目を離さない、目を離さないこれね、4人で考えて出したんですよ。そうです、そうですよ、見ました、かわいかった、かっこいいって、よかったついていきますだってありがとう、ついてこい、ほい、フォローミー、ハマゴがいる、フォローミー、フォローミー、フォローミー、イヤーイヤー、すごい。あ、そうでね、収録内容とか収録内容とかも全部出ましてね、うん、今回みんながまだ全然知らない曲があったでしょう、うん、そう、何て読むか分かりました、みんな、何て読むか分からない、何て読むか分からない、1曲目 OZGI、なんて読むか、おずき、おずき、おずき、おじぎ、おじぎ、そう、合ってるよ、みんなすごい、おじ、おじ、かわいいな、なんか、おずぎじゃないよ、そう、これはね、おじぎです、おじぎです、うん、バウ、バウダンですよ、バウダン、バウダン、バウダン、しかもさ、あれじゃない、アルバムのタイトルはさ、クラシークラシだけどさ、ね、タイトル曲はおじぎって、なんかちょっとおしゃれですよね、違う、違うのか、感じがね、おしゃれみたいな、かっこいいよみたいな感じ、そう、かっこいいよねそう、今回この曲はね、まだその4月17日の12時まで秘密でして、うん、そして大阪のさ、うん、ノイズメーカーアンダーグラウンドの公演の最後に披露した、うん、このままじゃ壊れそうもね、うん、このアルバムでリリースになりました、うん、はい、このままじゃですね、このままにゃ、そう、このままにゃね、みんなどんな曲だか楽しみですね、楽しみ、うん、このままじゃはね、うん、聞いた人もいますけど、お辞儀はもうほんと誰も知らないから、ね、びっくりでしょ、4月17まで待たなきゃいけないんですよ、ね、それなんだしさ、ね、スーたちお辞儀初めて聞いたのさ、だいぶ前じゃん、確かに、本当にそう思う、え、あれ話していいですか、もともとはみたいな、あれジャスティスみたいな、あ、ジャスティスの時に出そうと思ったけど、お辞儀を、あ、全部話しちゃった、ジャスティスデイの
タイミングで出来上がって、そうそうそう、でジャスティスデーのリリースの時にお辞儀を出そうとしてたそう、そうだけどお辞儀はまだ取っておきたい、そう、うん、うちはその時の私たちにはまだ早かったんです、うん、でも今ならね、うん、私たちに見せられると思いました、うん、思いますね、ぜーと思っちゃって、ね、だからめちゃくちゃ温めた、そうなの、そうなの、そうだよね、めっちゃあんまなくない、こんなさずっと出してなかったとか、なんか振り入りめっちゃ早くてさ、そうだ、なんかああもうなんか去年のね、これいつ出すんだっけ、うん、じゃあバグってたもん、そうね、確かに確かに、なんかめっちゃ温めて温めた、うん、ね、そう、なんかショコラブと同じぐらいの時期、そう、うんうん、そう、そのくらいにダンスももう入っちゃってまして、うん、そう、ダンスも入ってるんです、うん、すごいよね、そう、やばいよこれ、めっちゃ早く見せたい、やばいよ、ね、え、かっこいいね、ね、ね、あ、あの、なんだそれ、あ、あり？撮った予定、あ、でもストーリーとか、あ、そっか。言っていいですか？せーの、MV も撮りましたお次の MV も撮った、うん、もう撮りましたね、そう、だからね、あ、そうそう、で、今回このアルバムのに、うん、あの CD だけじゃなくて映像もね、収録されてて、そう、で、私たちがこの収録曲の MV があるやつは全部ね、このアルバムに入るからギュギュッとですよね、そう、お辞儀ももちろん入ります、うん、そうですね、うん、そう、しかもね、うん、Behind the scenes、 あ、そう、あのライブ映像もね、私たち今回入るので、うん、そう、うん、そうにゃ、そう、オーバーグラウンド、ノイズメーカーオーバーグラウンドの映像と、うん、そのね、あの Behind の裏側の映像もありまして、はい、せやねそうにゃ、盛りだくさんじゃないですか、うん、本当にモリモリですよね、え、だってさ、ライブさ、フルでさ、入っちゃうの、うん、ライブフルで入るのすごい豪華じゃないですか、確かに、ね、アルバムにねすごい豪華ですよね、いやね、しかもさ、はい、どうなんだろう、んアルバムだから写真とかもいっぱい入る、あ、そうですね、入るかのよ、モリモリ、モリモリ、モリモリシスター、モリ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 、え、よしよしされてる、ありがとう、私に、私にもね、いいね、あ、面白い、不思議、素敵ね、不思議で、なんか話せることないか、もうないから、えー、いや、あの MV がめっちゃやばい、めっちゃなんかデカカメラ、あ、そうだデカカメラ MV ね、なんかすごいね、ネッシーみたいなカメラ、やばかったよね、あ、なんか今回あのさ、うん、あれね、グリーンバックとかも撮ったから、うんうん、私たちでもまだあんま完成形がイメージできてない、そう、確かに、から手に召されそうだ、もうなんか光が、ああ、そうや、やばかったね、手に召されたりしなかった、やばかった、うん、うん、かっこいい、飛んできそうだった、ね、難しい、すごい、今日は、あ、今日はこの MV すごいね、熱心、熱心、緑、ね、で、あの、あれだよね、あの MV の日、うん、雪、あ、そう、あの、この前めっちゃ東京雪降った日あったじゃないですか、うん、その日に撮ってたんですよ、そう、そう、だから帰れなかった、帰れなかった、そう、でも関係者の皆々様のストーリーとか出てた、ね、皆々様、皆々様、皆々様、ね、ね、なんかその日にストーリー上がってたよね、そうなん、うん、そうだよ、私全然見てない、雪めっちゃ帰ってさ、うん、頑張ってさ、うん、帰って、え、そう、ね、私雪だるま作った、ね、コップの中入れてた、コップの中に、え、それマガジンに出したよ、あ、本当にマガジン、ね、ただのさ、汚い水になった、うん、そう、あの、そう、あのね、この手のひらサイズのちっちゃい雪だるまを休憩中に作って、うん、で、楽屋に持ってったんですよ、で、みんな見て可愛いでしょって言って、で、その子の存在を忘れて撮影に戻っちゃって、うん、普通に楽屋であったかい部屋にずっと放置しちゃったんですよ、うん、で、撮影終わってみたらもう水になっちゃって、水になっちゃって、まあ、短いあの雪だるま生だったんですけど、うん、楽しい時間を彼とは過ごせましたね、うん、人生、はい、素晴らしい、素晴らしい人生、 MV になってますネッシーとか雪だるまとか出てくるみたいな、ね、やだよ、ね、ネッシーって雪だるまたちの出てこない出てこない、わかんないか、まだ出るかもしれない、グリーンバックにワンチャンあるかも、はい、まあでもね、
今回は何今いい匂いしてくれた今回私たちはねもう雪玉うわぁ雪玉ただねあのアルバムをね出すんじゃなくってちゃんとこういうメッセージもね、うん、みんなに伝えて出してるので、うん、ちゃんとそれも何噛み締めてこういう意味なのかなとかアルバムをそういう風にいろいろ考えながら楽しみにしててほしいですねです、はい、そう私たちはもうね今回出した何決意をもとにね、うん、そうだね活動していくので、はいはい、みんなもそれを胸についてきてください。ついてきて、ついてきてね。そう、フィフスもね、同じ気持ちで、うん、やっていきましょうや。いきましょう。しゃあ、ほら。そう、リリーベもね、はい、あるからね。そうだよ。そうだよ。そうだね。はい。じゃあもうちょっとで、ね、そうだね。交代の時間です。ああ、はい、交代。あと3分。あと3分。あと3分。そう、ラーメン。そうだよ、何でも作れちゃうよ、3分で、うん、あ、そう、リリーベね、まだね、3月、うん、日程しか出てないんだけど、うん、4月以降もね、うん、おいおい、うん、おいおいね、おいおいね、おいおい、おいおい、おいおい、おいいろいろ出てくと思うので、でみんなお楽しみに、ねね、リリーベもね、次いつできるか分かんないから絶対来てほしいし、うん、友達とかも連れてきてくれたら、うん、もしかしたらいいことがあるかも。え、そうなの、なんかあるかもしれないって。新しい人、ぜひ新しい人で、うん、連れてきてほしいですね。そうですね、そうだね、本当に、うん、本当に、ね、そう、初めましてはなんかあるかもなあ、すごいよね、あるかも、初めまして、うん、なんかあるかもしれない。だからお友達とかをね、うんうん、こう引っ張ってきてくれたら嬉しいな。う、うん、引っ張って、そうやで、友達になって、お、初めて来た、初めてよかったですお友達いない大丈夫、大丈夫、いるよ、あの道端で、そうそうそう、ね、作れるし、そう、そこら辺の人連れてきて、何かあるかもしれない、そう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 、え、なんかさ雰囲気でも全然そう、ね、いいから、可愛いなって思った人も、そうそう、ちょっとあの、ね、ワンファイブナンパして、可愛いですね、そうそうそう、一緒にワンファイブ見に行きません、そうそうそう、そうワンファイブナンパしてみて、ただでライブ見れるんですけど来ませんか、え、なんかいいことあるそうですよ、ちょっとお時間ありますか、ね、ちょっとお時間、ね、いいですかね、お願いします、ある感じでお願いします、お願いします、お母さんありですか、お母さん、お母さんあり、あり、あり、パパもいいし、うん、おじいちゃんもいいし、そう、親戚もありやで、いとこも、はとこも、はとこもありやで、うん、いや、犬もいい、うん、あ、いいよ、ペットも、鳥もいいよ、いいよ、鳥はやめてほしい、やだ、鳥、鳥や、やだ、やだ、あ、こっち、インスタグラムもインスタグラムもね、今日はじゃあやるから、あ、スクショタイムする、いいよ、あ、じゃあ、おー